Thank you.
初めての生誕祭ということでね、うんうん、もっともっと雫の可愛いところを見たいんじゃないですか。わー
可愛いところ。おそうね。でもさ、こう、こう
見るとしずくの笑顔も増えたなって思って。そうだよ、そうだよ、本当に。ね、デビューして何ヶ月ですか今ね。5月の18にデビューしたから5ヶ月。5ヶ月。すずくの笑顔を引き出してくれるみんながいる。じゃない？そう。ダンスも多分ほら元々やったことがない状態で入ってきて、でたくさん練習してくれて、ね、ここまでね、もう最初は喋るのもさ、なかなかちょっと難しい時期もあったんですよ。そうですね。ね、緊張したね。こうやって一緒に楽しいね、思い出がたくさん増えて、はい、ね、で結構同期でさ、セリキとはすごい仲良くてさ、はいはいはい、この前なんか言ってた、あれ話してあげてよ。前の遠征の時に、ね、うん、まあ、部屋が2人一緒で、うん、深夜の YouTube2 人でずっと見てたんだけど、なんか昔のライブ映像とかお披露目の日のライブ映像を見てて、開始したんだね。で2人とも緊張すぎて顔も怖いし、うん、ダンスも全然踊れてないの、一緒だけ笑っちゃうくらい。それでめっちゃ2人で笑ってたんだよね。自分で、そうなんだ。何が一番やばかったの？ちなみにその中で、そうなんだ、やばかったんだ。そうなんだ、ね、まあ、物販とかでも一番難しい曲だもん。確かにね、そうだね、パクパクしてて、だってさ、こうみんなでさ、こうやって手を広げる振りとかあったけどさ、しずく多分緊張しすぎてさ、ここまでしかこのまま みんなの前でね、来たりとかね、結構あったけど、でもね、そのラッキーパンチももう今はだいぶ踊れるようになったんじゃない？はい、はい、踊って自信たっぷり、自信たっぷり。そんな成長した次の曲見せましょう。しずくん聴いてください、ラッキーパンチ。Yeah.
ったよ。早いよ。早いよ。楽しかった。楽しかった。よかったよ。はい。ここで味見つねきからお知らせがあります。先輩からの圧が。すいません。大丈夫、やってもらわないとね。はいはい。